阪急杯は日本中央競馬会が阪神競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。寄贈賞を提供する阪急電鉄は大阪市北区に本社を置く鉄道会社。清賞は阪急電鉄株式会社賞。1956年まで行われていた重賞競争阪神記念を廃止し、1957年に4歳以上の馬による 重症競争として創設された宝塚杯が本競争の前身である。1960年より現名勝に改称された。創設時は芝2200メートルで行われていたが、1960年より芝1800メートルに変更された。その後も幾度かの距離短縮や試行場、試行時期の変遷を経て、1996年に、 半距離重症路線が整備され、高松グーバイが芝1200メートルの GI に改められた際、本競争も芝1200メートルに変更された。翌年には、高松の宮記念の前哨戦に位置づけられ、試行時期も第2回阪神競馬に移設され、2000年には、高松の宮記念が3月末に繰り上げられたのに、伴い、本競争も、 1> 第1回阪神競馬の開幕週に移設された。2006年には芝戦4 0 0メートルに変更し、2014年からは本競争の一着場に高松宮記念の優先出走権が与えられている。外国産馬は1990年から地方競馬所属馬は2000年から出走可能になり、2005年からは外国馬も出走可能な国際競争となった。以下の内容は、 2021年現在のもの。出走資格、サラ系4歳以上負担重量、別、定2012年度より、負担重量の数を内容が、GII 競争と同様にされている。2014年より、本競争の1着場には、高松の宮記念への優先出走権が与えられる。地方競馬所属場は、本競争で2着までに入着すると、高松の宮記念に、 出走申し込みができる。2021年の1着賞金は4100万円で、以下2着1600万円、3着1000万円、4着620万円、5着410万円。距離はすべて芝コース。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第3回まで宝塚坂月。各回競争結果の出展。 ありがとうございます。